河野和夫君っていうね。まあ、全然無名タレント。最強パンダースの河野君っていうね。まあ、ゲームの大好きな男がいて。この間難しいもんだなと思ったのが、自分のやってるバラエティに若手のお笑いの子をその呼びます。で、ね、呼んでます。で、その中でちょっとこう大喜り的な、えー、大喜りと、 大喜りと軽い拷問をプラスした。<laughs> 大喜りなのにいい答えが褒めてもらえるわけでもなく。ね。えー、あのーわ、負けた、負け、大斬りに負け負けた場合にひ,ひどい目に合わされるみたいな企画がありまして。で、それを一応自分が今までオーディションしてみたいろんなタレントさん、そ手の芸人さんからい、あの、アンケートを出して、えっ、ー、と、えー、予備問題みたいなもので、何か面白い答えください、っつったら。 な、上の方は決まりました。これぐらい、あの、あのええー、と、存在感とか、えー、それから、あと、普通に、その、個体の面白さもそうだし、それ以外のものも含めて、面白い順に決めたんだよ。ラスト一枠っていうところに、河野くん、この河野和夫くんのネタが結構面白かったです。もともと全然、その、出てもらおうとあんま思ってなかったんだけど、たまたま、じゃあお前もってって、野球一緒にやったりとかよく合うから、お前もって言ったら、それいまあまあ面白かった。それと、 もしくは、今に安久くんっていうのも、が、それよりちょっと落ちるぐらいの、まあ、でも同じぐらいかな。同じぐらいのネタを書いてたときに、うん、あのー、このくん使おうかな。今にくん使おうかなって迷うわけです。僕、キャスティング権が、この番組は完全にキャスティング権があるから。ね、で、今にくんと、たまたま前の日飲み行ってて、で、二人で飲むのもなんだから、他に誰か飲む人いないみたいなことを、 えっと、今にくんがちょっと伊集院さん飲んでるけど誰か来ないかみたいなことを、LINE で回したりとかしてたから、そのことをみんな他のメンバーも知ってるみたいな状況で。で、たまたまそれが野球の人収録が被って、僕のやってる草野球の人収録が被って、頭をよぎったのは、わあ、河野くんこの番組出すと、野球の方の4番がいなくなるっていう。<laughs> ね。 で、片やちょっと思ったのが、もう一個思うのは、じゃあここで最終枠を今にくんにすると、なんなの移住院と飲みに行くとこれは出れるのみたいなことも出てくるじゃないですか。すげー迷いまして。で、まあ結果あの、ちょっと面白かったのは河野くんなので、河野くんを呼ぶんですけど、これはもう、あの、一応ディレクター、チーフディレクターでもある番組なんで、えー、っと、河野くんは、 野球終わりで来ていいようなメイク時間で、メイクの順番みたいなのがあるんですけど、その普通は下っ端のやつからどんどんメイクを済ませていくんですけど、あの河野くんは、そのキャリア的には真ん中ぐらいなんですけど、メイク時間を最後にするっていう、野球来てからでいいっていう。で、途中で河野くんがこっちに向かってる時間に、 野球に参加してる、これ前に座ってる高生の渡辺くんに、今日、河野くん成績どうだったって聞いたら、まるでダメだったっていう。もう来なくていいじゃん、こいつって <laughs>。なんだろう、なんだろう。なんか来なくていいのも違うよね。来なくていいも、そこは別の話だもんね。そこなんかこう、うん、講師、講師って難しい。<laughs> でもさ、難しいなと思うのはさ、その、えー、河野くんが、 野球で4番を打ってるから、え野球の方、遊びでやってる野球の方が、え大事。俺がね、難しいな話、話し方が。 コ野ノくん自体はお笑いの方が大事だと思ってますよ。それは少しでもテレビ出たいと思ってますよ。ただ俺は、うーん、もう断トツの成績でコ野ノが、その、お笑い、お笑いとしてダントツの成績でうちに来るんならまだしも、最後の一枠を僅差で争ってるような状況でしょっていう、だったら野球でホームラン打ってもらいたいな、みたいなのが俺の中で揺れるわけですよ。でもさすがにそれはかわいそうだろうと。僅差だとはいえですよ。ね、そのお笑い評価勝ったんなら、それ出たいじゃないですか。うーん、どうしようかな、みたいな。 な <laughs>、ね、でいて、これでもし完全に野球だけを選んじゃった場合は、俺のその姿勢に問題があるじゃないですか、それは。ね、お笑い優先じゃない。仕事優先じゃないっていうね。だから、出しますよ。ちゃんと。DVD には出しますっていうのを折衷案としてね、ね、えー。ただその、えー、業界の関連、関連で言うところの、えー、っと、キャリアの薄い順にキャリアの下な、 下の順にメイクは済ませますみたいのに関しては変えれば出れんだな。まあ野球に出す。 いうこれに関しては、野球にも出してお笑いに出すに関しては、僕はもう別に良かったなと思って明暗だと思ってますけど。まあ、ただ、なんか、河野くんが最後にデーンと座ってメイクをしてる。俺も済ましてるのに。<laughs> 俺もすでにメイク済ましてるのに、河野くんが最後にメイクをしてるってことに対して、あのー、河野くんは、ちょっといずれーなと思ってるんでしょうけどね。ちょっと俺何様みたいな感じになっちゃってる。でいて、俺は俺で河野くんがせっかくそうまでして出した河野くんが、全然活躍しないで来たってのを聞いてますから、そこをフォローしてあげると、 多くもないっていう。本来だった。らいや、俺が無理って野球出てもらったからこういう時間になっちゃってるけど、ネタ面白いんだよって言えばいいじゃないですか。ただあいつ3の0じゃねえ。3の0だったら別にみたいなとこになっちゃってますから。あのそこにフォロートークをしてあげない。まあ、ただまあこれは良しとして、これは良しとして、今に君かたや今に君の方僅差なんですけど、僅差なんだけど、俺の中にこのうーん冷静に考えて僅差で河野くんの方が上なんです。上だから。 でも、割と悪くない、その、面白さを発揮してるんです、ね。で、しかもそれは、本番の問題そのままじゃない、ないから、要するに、練習問題、テスト問題ですから、もしかしたら本番はじけるかもしれないんですけど、俺の中に引っかかってんのは、でもこいつと、前の日に飲んだ、楽しく飲んだことをみんな知ってるっていうことに、俺の中にちょっと両親の引け目があって、なんかわかんないけど、飲んだら <laughs>、ね、ね、 友達のいない移住員さんに付き合ってあげたら、出やすくなんじゃねえかかんみたいの出られても嫌だなって思って。<laughs> あえてっていうか <laughs>、ね。まあ、もっと言えば、まあ、今にく聞いたらなんて思うかわかんないけど、もう一枠増やすこともできなくはないぐらいのところなんだけど、それもよくねえよな、みたいなこと思って、あえて今にはむしろ、むしろ飲んだから、<laughs> な、その、 一枠増やすこともできたなって考えていくと、飲んだからこそ、そのプライベートで仲良くしたからこそ今にはないなってことになって、その今肉は,は出さなかったんですね。難しいね。<laughs> こういうとこからこう、だって変な話、そこにちょっとバイアスかかってるっていうことは、影響があるってことだもんね。プライベートの影響がちょっとあるっていうことだよね。 で、しかも、結果、みんなの中に、その、えっ、ー、と、芽生えたものは、移住員と、プライベートで飲みに行くと、出づらいっていう、<laughs> <laughs> 同じ評価だった場合は、そっちが落とされ、俺、怯えるから、そこを講師混同しちゃってんじゃねえか、とこで怯えるから、あの、同じ評価だった場合は、むしろ、飲みに行ったり、遊び行ったりしてる奴の方が落とされるっていう現実。ね。 より、友達のいない俺だ。友達のいない俺の話はいいわ。ま、あこれもう難しくて、終わった後みんなでご飯食べ行こうかとかなるんですよ。ご飯食べ行こうかってなる時に、一応先輩だからおごらなきゃいけないな。それはいいですよ。それはおごりますよ。それはいいですけど。僕もおごってもらって育ちましたから。でもね、なんか若手ってすごい今一生懸命仕事してて、その、僕のこの変な感じの考えすぎを知らないから。 みんなご飯食べこうかって、食べに行ける人いるって声かけたときに、行かないと今後使われづらくなるんじゃないか、みたいなことも含めて、僕も行きます行きますってなるわけ。で、結果、なんだかんだでスタッフを入れて15人とかなっちゃったりするわけ。ご飯食べ行くのに。あのー、お金がきつい。<laughs> ね,ねもう、ね みんな雑草食べ行こうぜ。俺言ったよね、誘うとき雑草食べ行こうぜって言ったよね、なんつって。ね、みんなで。タンポポの茎をみんなで、取り立てのタンポポの茎を食べに行こうぜっていう話をしたよね、みたいな。ね。ね。俺もとのとと一緒に、あの、雑草を食べる企画だったよねって言いたいぐらいの人数になっちゃうわけですよ。結構食いますから、こいつらが。でも、やっぱり、5、6人じゃないとさ、話って、別に1回もその、 15人ぐらいでわーってご飯食べ行って、一度も話してないじゃんっていう人とかもいたりとかすると、何のための出費かをからないって多くなっちゃったがゆえにってだこれ、全然、お互いにとって良くない。話せてもいない上に騒がして、話せてもいないし、俺の出費は上がってるし、タンポポは絶滅しそうになってるし、それからその、さらには、向こうはどう思ってるかしないけど、俺としては、より仲良くプライベート付き合えば付き合うほど、実は落ちやすくなってるっていうことだったりとかするでしょ このあの変な感じはどうしたらいいどうしたらいいもんのみんなどうしてんですかねなんでしょうねもうその辺がこう、あんま、こう、上の人たちはそういうのあんま考えないのがいいんですかねこれ、でもこんなのさ、絶対ラジオで放送してるから聞くとさ、また変な感じでみんな思うんだよね。逆に逆に <laughs> <laughs> ねえ。